こんばんは。こんばんは。こんばんは。体調大丈夫？ありがとう。ちょっとだいぶ大丈夫、ありがとう。とちょっと今日はね、配信ね、ちょっと15分ぐらいになっちゃう。寝てはないんだけど、ちょっとだけ休んでました。この時間、そう、ちょっとね、今さっきまで休んどったけん、ちょっと配信が遅いんですけど、明日とかの仕事にもちゃんと行けるようにするために、ちょっと配信が15分とか20分ぐらいになっちゃうと思うけど、ごめんね。うん、ありがとう。でもみんなに会いたいなと思って、そう、みんなに会いたいなと思って、お休みはしたくないなって思った配信。目がコンタクトが痛い今。トゥトゥトゥ、コンタクトが痛い。まあめっちゃ口塗ってないから発色ない人だ、やばい。もう口の発色一切ないね。ちょっとはつけた。コンタクト寝てないよ、なんかコロンって休んでただけで、あとご飯食べて、なんかね、踊っでも頑張って踊ったよ。踊れたよ、ちゃんと。ずっとでも、そう、朝ちょっとね、寝不足気味の時になる、なんか低血圧のなんか気分が悪い感じのになってからって感じだったから、今はねだいぶマシです。雨だったね。22時20日も、うん、夜ご飯はね食べれました。一瞬あれってな、そうよね、なんか変な感じよね絶対。低血圧のひどいバージョン、そう、ちょっとね最近ね、夜にねダンスとか頑張っとったから、ちょっとね寝不足みたいになっちゃったみたい。そうなんよ。あつ、今日ね雨降ってたから、雨にもバーって打たれちゃって、雨に打たれたって言うね。雨が、ああ気圧の変化に弱い。どうなん、あんまりね、ももでも風とかはひかないのね。そう、傘その時持ってなかったんよ、ちょっとずっと浴びたわけじゃないんだけど、そう、傘持ってなかったの。そうなの。でもこの間ビニール傘のあのコンビニで傘を買ったんよね。だからもう増やされないなって思って、600円ぐらいしたし、なんか傘がだんだん増えていくから、あ、やっぱやめようと思って、そう、自分が一方的に喋っても大丈夫、うん、私結構聞き上手ではあると思う。全然待ってますよね。折りたたみをねちゃんと持ち歩かないといけないなって私も思った。いや、そんな何本も持ってるわけじゃないけど、この間忘れて傘を買ったんよ。だから、ああ、また増えるのはなと思って。増やしていいの？もう毎回増えちゃうよ。もったいないなーって思ったら。毎日の疲れが出たら休むときは、ありがとう。もう、優しいね、みんな。
く時そう降ってなかったりしたらね、傘をあれってなる忘れちゃうよね。常に入れてるのは偉いね、リュック。私バタバタするからな、いつも。いや、暖かくして、でも普通に今全然寒くないかな。600円って意外と、そうなんよ、600円お昼ご飯とかケーキ買います、600円だと。私は今日雨に打たれる代わりにケーキを買いました。帰りにケーキだけね買って、明日からも頑張ろうって思って、それを買って帰りました。やけん私の傘代はケーキへと行きました。傘買うかタクシーの、ああ確かにね。そうだ、そうね、バッグがねちっちゃいかったりもするよね。なんかでも最近ご褒美って言い過ぎる自分に対して、あ、ご褒美にケーキ買おう、ご褒美にタピオカ買おう、ご褒美にアイス買っていこうとかもう何回あなたにはご褒美があるのみたいな感じで、私はもう本当にご褒美を作りすぎて、全部食べ物なんだけど私のご褒美は。何か言い訳してなんか買ってしまう。今日レッスン頑張ったから、あ、明日も頑張るから、明後日も頑張るから、本番頑張るからとか、そんな感じで食べ過ぎてしまいます。来てるだけでね、ありがとう。でもね、あのさ、朝ねパンを買って朝食べたんよ。でお昼はちょっともうなんか体調が一番その時悪かったから食べれんくて、で夜はめっちゃお腹空いちゃって、それで、で食べれるようになってて夜はいっぱい食べました。いっぱいっていうか、そのケーキも食べれました。ご飯がめっちゃいっぱい食べたわけではないかも。でも全然普通に食べれて。明日も雨、明日も雨なの、大変やな雨は。うん、体調は回復してる。なんか朝から昼にかけて悪かったのは本当に低血圧がひどくて、もうめまいがするっていう感じだったんだけど、もう今は普通にちょっと疲労っていうか、寝不足とかずっと踊ってるからとか、そういう感じでね、ちょっとだけ、もう今日はあともうちょっとだけ予習して、予習で復習したらもう寝れるので、今日は結構まだ間違えちゃうけど、そう細かいところとか間違えちゃうけど、の話し会のあの休み時間中とかにずっとダンス見てたから、結構なんかできるところは結構できたりもして、そうまだね頭に入ってないところもあるんだけど、もちろん。お話し会申し込んでも、全然今からでも全然申し込み絶対落ちないと思うのでほぼほぼあ、福山の話し会来てくれる？待ってる。ないかと思ってフライだった、ごめんよ。みんなに休みは嫌やなと思って、配信今日よしよしして、なんかそんな子供じゃないもんね。ナスルーはね、そうね、まだ不安、それは全然不安かも。配信してくれてありがとう。全然、もし逆にちょっとになってしまってごめんねっていう感じなんですけど、
喋り方落ち着く。ライブの時とかやけど、うわーって感じやけど、まあ落ち着いてるね。ね、予約入ってた。夜の部福山、福山早く取り寄せる、完売のせる。うん、どうだろう、完売できるかな。もしかしたら全然人いないかもしれないから待ってるよ。なんか直接お話し会実際会えるから本当に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 楽しみだけど、でもなんかポツンってなった時のことを考えたらめちゃめちゃ怖いっていう気持ちも正直結構ある。うん、そうなんよ、滑走路になるのが心配なんで結構ビクビク震えております。1時間もおすすめか、1時間も追加しようか、ありがとう。ポツンタイムね、ポツンってした時ね、なんかね結構後の方でね並んでくれたりするんで、最初ポツンってしてたりしたらなんか横のレーンの方とかが一回こっちを見るんですよ。そして私のレーンの後ろの方をまた二度後ろ振り向くんです。だからなんか一回あれ並んでないのみたいに確認とかの目線がすごい私の中でめちゃめちゃ分かってしまって、あ、今そう思われてるかもしれないなって思いながら。そうなんよ、なんか一回こっち見てこっち見るんですよ。それがすごい視線を感じる。あれ並んでないのっていう顔がすごいなんかね雰囲気でね分かるんですよね。ねえ、ちょっと怖い。手振ろう、ね、逆にね手振って返してくれたらありがたいですね。他の泣き出しちゃうメンバー、そう分かる。でも他もなんか分かる、すごい泣きそうになる、分かる、めっちゃその気持ち。いつも人が並んでるみたい。本当？これから今度手に振りましょう、振りましょう。でも振っとるよ。デス欲しいだけなんかな、その欲しいとかも思ってくれとるんかな、逆に。デスがモーのファンの方ではなくてもしてさ、でそれはねめっちゃ手振ってるよ。そう、もうかも、もうずっとそんな暇がないくらいみんなと楽しくお話しできるような人間になれるように日々努力を。私が振りは、いや他のレーンからは、他のレーンから自分のファンの人に振られたらもうかぐさーってくるよ。やめなさい。やめて、それはやめて。もうあのなんならそこそれで泣き出しちゃうかもしれんからね、もうもともと泣きそうなのに。だからいや福山待ってます。待ってますのでぜひぜひ手振ってくれて行こうと思う。うん、ゆけん帰って手振ってる。
バーに見られながら緊張するよね。それはご飯行って遅刻しないです。うん、ありがとう。最後の挨拶いつも丁寧。みんながねどういう感じかね知らんけど、ありがとうございましたが聞こえたらいいなって思うって、最初は1時間1 2時間3時間4時間って終わるごとに毎回毎回ありがとうございましたってありがとうございましたって声で聞こえるように言ってたんですけど、みんな多分毎回は言ってなくて、そう8時間目最後までやって終わった後にありがとうございましたっていう、それまではペコペコってしとる。もーちゃんのレーンが開かないように何かかぜひかみ太夫で本当ですか？かみ太夫できてますか？心はもちろんもういつでもかみ太夫できるように頑張ってるんですけど、よく聞こえる声なかなかなくなった声通る。最近なんかね声がちょっとなんかうるさいってよく親に言われるようになった。前より早くお話ね、私も早くお話ししたい。楽しそうに、うん楽しいよ、もちろん話してるとき本当に。なんかあっという間ないよな本当に。ね、一日にオンラインだったらもっとあるし、その直接やったら4時間今あるんですけど、その4時間あってもなんかすぐ終わっちゃうんだよね。そんな話よね。何をする気？ニコニコしてくれるだけでありがとう。持ってるからね。オンラインの待ち時間はある時はあるよ。ニヤニヤ顔見るの好き。枠組みの。じゃあもうちょっとで読もうかな、そろそろ。みんなめっちゃニヤニヤして、本当？見えないからな全然。結構みんななんかかっこよく去っていくイメージあるんですけど、なんかお話し会バイバイって言ってから結構なんかそういう感じに見えてるんですけど、私には。みんな顔は笑ってくれてるのかな、ニヤニヤ。全身備えてください、ありがとう。かっこつけてるとかじゃなく、本当になんかなんて言ったらいい、緊張してる感が一切ないの、私の目から見て。なんかなんて言ったらいい、そうなんかあんまりそう緊張してなさそうに冷静に見るというか、なんかみんな我慢してくれてるの？あ、逆に恥ずかしくなってそそくさとか。なるほど。緊張してるなって、あ、そう、たまに緊張してるかなと思う時もあるけど、でもね、そう、あ、でも確かにニヤニヤしながら話してくれてる人もいるかも。お顔停滞すぎ緊張こんな時間してるよ。でもやむやん。
名前呼んでくれるんですよ。じいちゃんお疲れ様、ありがとう。みんなも本当にお疲れ様、頑張ったね。よく緊張してるように、うん、一切見えんかな。見えんか。大人もそうなんよ、大人ももかさんだから。体調いまいちなのにありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。会いすぎて慣れた？それはいいことだ。疲れたから癒して。だって癒そう。はっ。攻撃してどうするんって話。もかさん、じゃあそろそろ読みますね。元気もらいました。よかった、それは。お腹鳴った。くすぐ、確かにくすぐったそうだね。てるさん、バラありがとう。よしおんさん、ピカピカありがとう。ゼータさん、ハタありがとう。まぼろしさん、ハタありがとう。たかひろたくさん、ピカピカありがとう。メガバイツちゃん、かわいいありがとう。ゼロさん、おしありがとう。たぬもさん、ピカピカありがとう。ゼータさん、かわいいありがとう。歌読んでいきます。13位のてっちゃん、ありがとう。12位のまぴょんのっぴさん、ありがとう。あしありがとう。ゆっくり休んでね、ありがとう。11位のゼロさん、ありがとう。10位のふみやとまくふふさん、ありがとう。9位のゼータンさん、ありがとう。配信もありがとう。あやもも、あやももありがとう。8位のたらいもさん、ありがとう。7位のえいとさん、ありがとう。6位のドラガンさん、ありがとう。頑張るおもちゃやる、たくさんご褒美やりたいの、ありがとう。嬉しいよ、気持ちも。5位のコウスケさん、ありがとう。4位のたくあんさん、ありがとう。3位のふくちゃん、ありがとう。体調第一頑張って、でこで最高でした、よかったでした、ありがとう。2位のたさん、ありがとう。一緒に寝ると2人以上に熟睡できるかも。いや、ベッドは1個につき1人がいいので。1位のももかしか愛せない、やまい、ゆっくり休んで、土曜日は元気のももかさん、元気のももかさんで楽しむので待っててね。今はゆっくりします。ありがとう。本番は元気に踊りたいので、ちょっと今日はね、もうちょっとだけ復習をしたら寝ようと思います。かわいいも撮る、撮ってね、見に来て、ね、存在がいいし、よかったです。ありがとう、みんな優しい。では、ありがとうございました。また明日、バイバーイ。